新宿科学研究所の小松と申します。まず今日話したいのは真珠および真珠層というのがいかに微細な小さな世界であるかということ、またその小さな世界であるがゆえに真珠独特のいろいろな美しさを発揮するわけですけど、その辺をちょっといろいろサンプル使いながらご説明したいと思います。最も日本の海で取れる真珠の代表的なものはこのアコヤマイカといってアコヤ真珠っていうんですけどね、まあ、平均的に大体直径が7ミリぐらいですね。これがほとんど平均です。でこの7ミリのアコヤ真珠ですね、まあ、切ってみますとね、まあ、こういうふうになります。角だけじゃないかと、ほとんど角じゃないかって言われるかもしれませんけど、実はこの貝が1年かけて作るわずか 0.4 ミリしかないこの真珠層は実に微細な世界だということを証明したいと思うんですね。